条美佐子のライブには必ずつきものと言っても、実はやるのは久しぶりなんですが、即興曲のコーナー拍手。皆さん今ですね、テーブルの上にですね、ちっちゃいメモ用紙があると思います。ぜひそちらに単語を書いていただいて、これから皆さんのところに回収に上がります。それをですね、ここで10個引いて、その単語を全部入れて、その場で、即興の曲を歌ってしまおうというのが、そのコーナーでございます。 では行きましょう。カサカサ言ってますね。リアルタイムでカサカサをお届けしております。今年の夏は長雨。いや、単語って言ったよね。文章来た。マジか。あ、いや、後でまとめて書こう。カサカサ拾うね。グレープフルーツ。おお。カサカサ。下北沢で今日も
てるんだ。もやしと八丁味噌は紙に今年はグレープフルーツイエローを買うよ。